こんにちは、青木直人です。来週のですね、4月12日、東京のですね、清涼会館で行われますニュースレターチャイナ編集委員のですね、第1回目の記念講演ということで、それについてお知らせをしておきます。テーマは日本論ということで、まず最初に私がちょっとこれについて1時間少々話します。ポイントは要するに歴史認識と、歴史をどのように認識するのかという点においてですね、実はこの基本的一致というのはですね、まず得られないであろうという基本的な前提の確認ですね、これが歴史を論じる場合必要なのではないかというふうに考えております。具体的にはですね、今中国および北朝鮮、韓国ですね、朝鮮半島や大陸の方からですね、戦前のですね、日本のいわゆる侵略についてですね、非常に激しい攻撃が行われていてですね、それが単なる歴史認識の違いではなくて、向こう側の外交カードになっていると。で、村山談話にしろ、河野談話にしろ、結局すべてそういうですね、ある種のこう歴史観が外交カードになって、日本外交の選択の幅を狭めている。で、これについてアメリカの側もですね、日本と同調するような動きは基本的にないということですね。なかんずく冷戦が終焉して以来ですね、ナショナリズムが各国において、経済力を背景に台頭してきて、自国の歴史観をですね、強烈に打ち出すという傾向が強まっておりですね、日本ではこの歴史認識をめぐって国内においても統一がないということですね、一致がないということで、非常に押されていると。で、国民の側はそれに対してなかなか反論できないという現実があると。で、そういうものをですね、まず日本の歴史のですね、見方、日本におけるさまざまなですね、歴史的大事件をめぐってですね、実は日本人の中でも一つのコンセンサスというのは必ずしもないのではないかということを含めてですね、歴史認識一般について語ってみたいと思います。で、次に思想家の三浦小太郎さんとですね、革命か反革命か西郷隆盛を論じるというテーマで、明治維新論とですね、西郷隆盛およびアジア主義の現在的な評価と、この点について話し合いをしておきたいと思います。いずれもですね、私がやっております、その東アジアの現状分析のベースになるですね、ものの考え方ですね、そういうものをお話しできればと思っております。講演の後ですね、皆様の質疑等について、質問等についてもですね、お答えしたいと思いますので、ぜひ積極的にご参加ください。よろしくお願いします。